画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、こちら木村ゆいの新しいスキン来ました。蜂蜜まみれ、まあ、大体ね、蜂蜜イベントになると3人ぐらい生存者にこの蜂蜜のスキンみたいなのが、ね、出るんですよね、前回もね、例えばドワイトとかも出てましたし、クローデトモレルノブコとか、他にもね、何人か出てたと思うんですが、今回も来てます、はい。で、この蜂蜜ギフト、蜂蜜スキン、まあさておき、この救急キットに、このブライトのやつのね、結成、を入れることができて、これを自分に使うと、まあ、セカンダリーアクションして自分に使うとですね、20秒間そこそこ足が速くなるという感じで、意外とね、速いんですよ、足が。まあ、もちろんスプバほどの速さはないんですけども、割と足の遅いキラーだと追いつけないんじゃないかっていうレベルの足の速さになります。これをね、まあ、駆使したいんだけども、それ使った瞬間この救急キットなくなっちゃうんで、まあ、自分を治療して最後のちょっと残しといて、ここは逃げ切らなきゃいけないなっていう時に使うっていう感じですね。ただ怪我してないと使えない、怪我してないと使えないんで、使いどころってちょっと選ぶのかなっていう気がしますね。さて、やっていきましょう。沼地か、沼地ですか。で、今回血の共鳴、そして、突破つけてきています。オブセッションが傷つくと、あ、ほらほらほら、見える。これが、ね、血の共鳴のね、パークの効果なんですけども、その、オブセを治療すると、迅速効果が私、得られるっていうね、一緒にいる限りずっと速いんですよ。まあ、レア度1なんで 5% の速度アップと。で、突破はね、ダウンした時に近くいれば、私もさらに 5%、レア度1だから。プラスされて 10% の速度で、このオブセが、ダウンした時に、オブセが追われてるのかと思いきや、ハゲ、どういうこと、どうなってんのこれ。オブセ完全に追われてる逃げ方してるんだけど、というような感じになってます。 C 恐怖症来ましたね。新しい、性能になった C 恐怖症、こちらね、前までは発電機の修理速度も落ちてたんですが、それがなくなりました。まあその代わりその自己治療とかそっち系に回って、少しその進行速度が遅れるっていうような感じですね。ここ突っ切りたいですね。任せて先に助け行ってもいいんだけど、まあやりきっちゃいましょう。はい、よっと、お、疲れましたね。どっかでこのネアを治療しよう。任せてくれよな、からも来ないよな。よしよし。で、この後ですね、迅速効果を得られるんで、ちょっと見といてください。いきますよ。あ、よいしょ。ね。あ、血の共鳴だ。共鳴ではないですね。ほら、早いでしょ。これ、お互いが多分16メートルの範囲だっけな。いる限り迅速効果が続くっていう。これ結構強いですね。ああ、そうだ。治療してからじゃないとこの 5% って得られないから、担がれている時に 10% でうろうろすることはちょっと無理だね。条件によってはいけるかもしれませんが。ハゲちゃんがこっち来てるね。ようようよう。あ、来てん、来てん。ほら、迅速効果は私得られてるでしょ。ちょっと足速いよ、これ。あ、やっぱ肉壁できなかった。釣られるか。迅速効果で突破でいくぞ。突破していくぞ。デッドハード使うか。ムン。一人で肉壁はやはりこなせないな。で、突破だとね、まあ 20% もがきのが上がるんですね、これね。割れてるか、まあ、ここで治療すれば大丈夫でしょう。来ている気がする。ビンビンに感じるぜ、あのレースのさっき。あ、戻ったっぽいですね。 OKOK。 では
治療したら、あ、まずい、助けいきましょう。今回ご紹介したい映画はアナっていうね、リュック・ベッソン監督、またしても暗殺者の女性の話にメガホンを取りました。いやー、もうリュック・ベッソンといったらレオンですよ、ニキータですよね、もうね、リュック・ベッソンといったら女殺しをエレガントに描く、パリが似合うみたいなところあるじゃないですか。なんとアナもまあそういう感じです。基本的にね、不幸な境遇にいるアナ、こっち来るかな、不幸な境遇にいるアナが、いじっちゃう、これ、うーん、帰ってきた、よし、受け継ぐ。なんとね、ある日モデルに引き抜かれるんです、もうズタボロの状態でね、貧乏生活しているアナ、その持ち前の美貌さを隠しきれず、まああるパリのね、モデル事務所にスカウトされてそこに行くわけですね、実はね、でもこのアナっていうのはですね、一癖も二癖もある人生を歩んでる、ただの、物売りの子ではなく、そしてただのモデルの子ではない。そこに CIA、そして KGB、まあ、ロシアのね CIA みたいなところがあるんですけども、 KGB、 これの、まあ、要は諜報活動に巻き込まれる美しいアサシン、まあ、こういう説明するとちょっと難しいと思うんですけども、もう簡潔に言うとですね、その諜報機関に人生をね左右させられてね、自分の人生と顔を一切失ってしまった女性の話なんですよね。加速してきたぞ。いいね、こっちだ、こっちだ、まだ倒さねえぜ、まだ次も倒さねえぜと。 OK、 ここも倒さねえ、しかし倒す、よし、逃げましょう。さあどうだ、来るかな、来るかな、来るかな、どうだ、いや、いるな、落とす、あ、来てる来てる、あぶね、あぶね、まあ、いわゆるこのアナの、まあ、諜報機関のこのスパイ合戦の話ではあるんですけども、アナというこの人間、のアイデンティティとは何ぞやみたいな、そしてそれを愛する男たちの中で揺れ動く愛みたいな、少し大人の恋愛がピリッと絡んだ、ニキータみたいなところですね。ニキータ好きな人とかはいいかもしれませんね、レオンとかね。まあ、レオンとは根本的に、あんな死ぬん、あんな死ぬん、密じゃ違うんですが、ここのポジション強いよね、ほんと。はい、よっと。来てるか。もう一周行きましょう。行けますね、もう一周は。はい。さあ、あー、届いた！マジか！ノーワン発動して加速したね、レースが。今のいけたと思ったんだけどね。どこで加速のアイテム使おうか。加速使えるかな。お、入って、しかもノーワン壊してくれた。本当にありがたい。これはマジで本当にありがたい。いや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 。お？左から助けに来てくれてるみたいですね。ただもうね、空いてるし、ノーワン壊されてるんで、まあ、おそらく私ね、見逃してもらえないんじゃないかなと思いますね。どうだろう、どこに来た、いや、来てる来てる。上か、上か。いや、そっちか、そっちか。まずい。いや、ここ板あるか。ないな。
いや、まずい、まずいな、これ。なんもねえな、なんもねえな。まずいな。あぶねえ、あぶねえ。うわ、届くかまずいぞ、これは。これはまずい。最後の最後になって。ハチミツレスキュー。体が透けてるよ。ナイス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 。二人が肉壁になってくれればワンチャンいける。いけなかったな。いや、この団結力。いや、きっと救ってくれる。あれ？普通に殴られたぞ。来るか。いや、次、どう逃げるかがかなり重要になってくるね。ゲート、ゲート、右だろうね、ゲート。いや、これ厳しいかもしれない。ボロ体持ってても消えられたら困るんだよね。ありがとう。自分に使います。加速し、加速。足が速くなるぜ。やば。よし、加速した。行くぞ。迅速効果見てくれ。しかも肉壁も入ってくれている。早い、早すぎる肉壁なかったらどの道やばかったですね。いやー、ありがてえ。やっぱこういう時の仲間よ。海賊王になるってなるよね、これはね。仲間のありがたみ。なんかね、時折喋るんですよ、うちのテレビが。今聞こえました？超常現象なんだよね。これね、壊れた電球持ってきたみたいですね。まあ、そんなこんなでよかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。